だからパワースポット感じてないか。はい。そう。なんかガッツリ廃墟チックなホラーチックな建物がありますけれど、ね、あたたたた、あれは何だろう、倉庫かな。ちらっと見るだけ見ましょうか。ごめん、さっきから何をビク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 歩くんだよ。さっきから、さっきのヘビのせいで全部ヘビに見えるんだ。ヘビは大丈夫だよ。なんで下がった？え？はい、今無意ここにいます、はい、アウトのライン踏み込んでる。うなずくんじゃないよ。何その木が、なんていうのボーダーですか。さすがやなあ。なあ、本当にこれ感じ？これ多分花さんだったら感じるわ。何が見えます？ムイ君が見えます。え、何これ、夜来たら化ける系ですか？もう化けとるぞ。あった。改めて思うと本当に霊感なんていうのレベル0なんだな。平然と突っ込んでって。すげえな。ほら花さん、人影が見えませんか？小さな女の子が見えると思います。これはアウトのラインに突っ込んだって言ってたけど、俺が前に行ける理由がなくなってしまったのよ。すごいな、本当になんか放置された建物って感じ。うん、うん、なんかやばい感じですか。うん、こんな感じですね。近寄るなっていう声が聞こえますね。お前無理くんでしょう。主役は今日俺はなっちゃったじゃないですか。聞こえてない聞こえてない、その声がバンバン近寄った。なんならついそれが答え。つい忘れてしまった君が君のことを。ちょっとこっちに持って番組的にあるだから、思いっきり忘れとった。やべえ、自分の世界にやっぱもうね、染み込んでるのよ、そういうなんか、前線として。やっぱ感じると見たくなるやん、自分も。見たいって思うやん。ほらほら、3人ぐらいおるね。感じるね。すげえな、ここ。さあ、今、ムイ君が霊感を働かしております。ほら、今、おまじないしてます。違うんかい。今、考えております。俺、そんな茶化すっけ。え違う。なんていうかさ、今までそのやばい心霊スポット、うん、何か所か行ってやばいところ行くと、ここから先行くのやめようっていうあれがあるじゃないですか、うんうん、そんな感じはしないよ。ほんと、うん、じゃあ入ってみたら。俺は嫌だね。よし、やめよう、無理だ、それは。あのさ、専門家が危険ですって言った範囲に行っちゃダメなの、素人が。違う違う、素人に行かせるのが面白いんや。
それは専門家の意見なんじゃ、専門家の意見のもと安全に行っておりますっていうあの注意書きは出せなかった。注意書き書いてくれんやで。だろ、俺は入れって言って言ったら入らん。あの3、あの2人は嫌だな。ああ、3人いるつの2人が、うん、もう素直になんか危ないんだよな、物理的な意味で。俺はなぁ、この結界に足突っ込むの偉いなぁ。かっちゃんさ、さっきそっちの木でさ、うん、あのここよりここがあのラインですみたいなの言ったじゃない。うん、言ってないよ。要はあのあそこまで行けば安全かなと思ってたけど、あの木のラインぐらいでさ、ちょうどなんか俺は入りたくないなって言った、うん、ここでまた変な壁ってある。だから偉いな、よう足突っ込んだなと思って、うん、今なんか足突っ込んだ瞬間にダメっていう声がした。なんか本能的な声、幽霊的な声じゃなくて、うん、俺もそう思うけど、よう足突っ込むな、偉いなと思って俺感心しとったんやけどな。多分あんた1ヶ月以内に足怪我すると思うよ。あかんほら専門家でしょ、払って何をなんだろうな、別にあの建物こそボロボロだけど虫とかいるわけじゃないじゃないですか全然、うん、の割にはこのラインこうやってくぐって足つく前になんか、うん、ゾーッとした。嘘だろうね。だろうね。ゾワってつかこうやって逃げられたような感覚。そうなんか、うん、だろうね。多分今これを見えとるのは花さんか俺だけやと思ってるもん。花の師匠かは。なんかね要はこの足をこうやって持って下ろすわけじゃないですか、うん、アクション的に、うん、ここの時点で足首つかまれて踏むなみたいな、そんな風に うん、やられた感じ、うん、だってあのあそこから手が出てんだもん。おっとだから俺はようやるな、偉いなと思ったんや。うん、どの辺それだけ指さして、あの画面でわかるように、あの隙間が空いとるところ、ここ隙間のとこです。こっから手が出ますよ。こっから手が出てきました。白い手の男性かな、これは女性ではなさかったで。なんていうかさ、あの他のチャンネルでさ心霊スポット行ってさ、やばいとこに普通に突っ込んでく方々いるじゃない、うん、これに気づかないの逆に。だから霊感がないやつはみんなそんなもんやって霊感がないから、あのだから霊感がないから足突っ込めたんや。え、今すげえゾワッとしたよ。うん普通じゃない、いつも感じとることやん、俺の僕のあ、なるほど。違う、なんで感じたかっていうと、うん、結界外してるから。こらなんで、いや、そのぐらい体験してもらうの困るもん。ああ、なるほどな。うん、だから結界外すとそういう感触が起きるっていうことだわ。おお、うん、それがいつも俺は感じて歩いとるだけ。今でパンツ一丁になったのもそれがドキ使ったでパンツ一丁になっただけ。掴まれたのがそのなんかずいっと上がってきたから、そうパンツ一丁になっただけ。うん、あれ待って、じゃあここタラソ形状並みに難易度高いとこなの。じゃあ今俺も初めて知った。おっとパワースポット心霊スポット巡りになったぞ。顎とか歯ぐき痛えもん、虫歯。うん、あのね、すごいこの容器を感じないのが素晴らしいよ。容器は分かってないけど、うん、今足突っ込んじゃダメなオーラを感じてるから、ここあのこのこれのライン、うん、より向こうに行きたくはなくなった。じゃあさ、もういいや。じゃあさ、俺がさ、どうぞ今の画角に映ってたどうぞ大丈夫、やってみ。ほんと大丈夫だよ、全然
Please? 視聴者さんたちよ、あのムイたちのなんていうの撮影に一緒に来たいっていう人たち、これを味わうことになるからね。それだけは心しておくんやで。足入れてみ。大丈夫やって、本当に俺を信じろ。うん、なんか感覚違うね。硬くなったでしょ。うん、なんか何事もなく入れたね。うん。どこまで行って大丈夫です。そこの上までは大丈夫。一段、二段目は。うん、全然大丈夫。一点目は分かれて、全然感じが違えてもう。うん。え？嘘でしょ。あのさ、大丈夫って言ったけど何かさ、うん、変な空間出来上がってない、この建物内、敷地内。そうだよ、だからすごいなって言ってもただそこまでは入れるように何とかしただけや。上まで登ってもそこまで登っても全然大丈夫だよ。こっち、うん、隅っこな、うん、そのあたりだけ。そこやる、上行くとあと割れるかもしれん、ね、うん、物理的に危なくないかって今思った、うん、全然感じやろもう。うん、では少し行ってあの暗い中に手突っ込んでみ。うん、視聴者さん変わって。いやちょっと待って、えすごいね、なんか何この空間。うん、だから言っとるやん、なんか空気違う、ね、結界が外れるとそういう風になれるって。いつもそれを俺は味わっとるっていうのを味わらしてあげるんやて今。優しいやろう。この後さ、うん、別の心霊スポット行くことが確定してるんだけどさ、うん、大きかない、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫だよ。全然俺を信じないね君。あの違う、それに関しては2日、あの2カ所連続で心霊スポット行くとろくなことに合わないよっていうあのイベントを俺は懸念してるだけ。全然大丈夫だよ。俺がいいって言ってるのに今。手を突っ込んでみろ。手を突っ込むと分かるわ、さっきの空気と同じ空気が味わえるわ。ネガティブじゃね。うん、ポジティブ。ドアタッチは OK か、触ってみると分かるわ。うー、俺すげえ寒い。うわー、ゾクゾクってする。うわー、気持ち悪い。なんか素手怖いんだけど、なんか全然ゴーな。あのムイ君の不安が見てるんだからさ。うん、あの、ね、頑張って。モルモットにされてるんだよ俺今。違うよ、全然。これも霊視研究家の宿命やん、研究やん。結界を外された、檻から追い出されたムイ。やるか、やるか。手突っ込むってどんな感じ、そのままなんかその、うん、奥の空間に手伸ばせばいい感じです。そうそうそう、そうすると分かるわ。要はこういう風に伸ばしていけばいい感じですよね。そう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 。え、ちょっと待って、ん、え、ん、なんでこっちこんな冷たいの。だから俺がすげえ寒いって言っとるんだ。あのドアの前だけ、え、ちょっと待って、なんかさ、うん、何？あの、なんて言うんだろう、冷たい空気が、うん、あの吸われてってるっていうの、なんかあの、うんうん、なんていうかね、クーラーの逆バージョン、うん、なんかあの冷たい空気ガーッと吸い込んでくるな、あんな感じのものが手を伸ばしただけで感じるんだけど、何これ。え？もう一回やってみて。だからなんか、もう一回手突っ込んでみ、また違うね。なんか穏やかじゃないよこれ、大丈夫なの。大丈夫だから大丈夫やって、信用しろって。行こうか。うん、え、違う、なんか何違ったやろ。え、あの、なんだこれ、あのね、あのね、水？お湯？なんかあの、
両極端な温度の水になんか手突っ込んだような、なんか冷や、なんか冷やっていうか、なんかの、うん、皮膚の表面がダメージを受ける感じあるじゃない、うん、あれうまい説明方するなぁ、偉いなぁ。なんかあの、熱いものとかに一瞬手突っ込んで、うん、熱っとなってるあの、うん、あの感じっていうの、うん、それが冷たいか熱いか今ちょっと分かってないんだけど、なんかそのさっきの温度と、最初に入れた温度と今入れた温度の違いやって感じたやろ。うん、だろう。さっきはマジであの、うん、クーラーっていうか冷蔵庫の冷たいバージョンだった、あの、うん、冷たい空気吸われてる感じ、うん、今なんか違うな。今度全然違うやろ。これ毎回感じてるの。あこれでも初段やて、これでも普通やて。これを俺は毎回行くたびに、これこういう違った空気のよどみを全部俺が感じしてる。今俺がさ、この冷たい空気を感じてるって言ったじゃないですか、うん、最初に突っ込んだ手と2回目の手の突っ込みのが全然違うだろ、うん、っていうのやってみて、やってみ、もう一回入れてみ。この爪なんかね、手に変な感覚残ってるのよ。そうだからさっきからこの手振ってるのよ。ほんと映ってるよ、ちゃんと。もう一回やってみ、また違う。楽しんどるな、うん、楽しんどる。もっともっと本当、肘の方までずっと手突っ込め、わかるわ。ビビらんでいいって。違う、そこら辺で止まろう、止めようとする。違う、止まる、うん、うん、あのさ、うん、ちょっと申し訳聞くけど、うん、幽霊3人ぐらいいるって言いましたよね、うん、怒ってない？え？怒ってない別に違う？うん、全然大丈夫だよ。信用し合いがよ、俺を。何年一緒にやっとるんや、俺と。違う、このなんていうの、このドアに入れない範囲で、うん、なんかね、冷たい風がスーッと来てるのよ。うん、地球を背負うとしとるでな。おっと、なんで？もうちょっと手突っ込むと分かるわ。これが邪魔やねん、これが足かけで、ふっと、そこにもう一個足入れて、そのこと、うん、そうそこにギュッと手を突っ込んでってみ。え、なんでこんなに温度違うのえ、あのね、え、もっと突っ込まんでかんって。いや、あのね、これの時点でもうね、この手、うん、手首くらいまではね、冷たく来てるんだ、うん、あの冷蔵庫を開けて奥まで手を突っ込んでいく感じ、うん、もうちょっと突っ込んでみ、分かる。ちょっと早すぎる、抜くの。ああ。惜しいで、もうちょっと。あ、いや、肘ぐらいまで、うん、じゃあ突っ込んでみるか、うん、素直に見えねえ。うん、あのちょっと降りるよ。どうでした、冷蔵庫嘘あのうん、冷蔵庫、あのジュースとかしまっとくような冷蔵庫、うんうん、なんでこの外気温となんていうのこんなに温度違うの。そして手になんかずっとついとんな、このなんかこの冷たい感じ、粘りっとした手でしょ、うん、気づかんだろう、あなたはね。ね、なぜ冷たいのを感じてるかというと、教えてあげようか、うん、あなたは、ね、そこに立っている人のお腹の通過してるからだよ。どいて、どいて、わかる、ここに一人立ってんのよ、ずっと。失礼いたしました。だから手を上げ、もっと突っ込んでって言ったよ、俺が。面白い、ね、失礼っていう言葉知ってるか失礼、さっきからチラ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 動くもんで、俺つい気になるんやけど。さっきも向こうでドスドスドスって音がしたってな。なんか変な感じやな。嘘、手洗いたい。え、手洗いたい。そりゃそうやろ、こうやって腹の中に手を突っ込んでおると一緒やもん。そしてカメラが一切こっち向いてねえんだ、大丈夫か、うん、こっち映すべきなの今は、うん、さあ、むいくんの初めての体感、もうこれ以上やるとやばいから結界張ります。逃げよう。すごいね、これ毎回やってんの。んこれまで優しい方、
あのさ、普段さ、心霊スポット行ってさ、割となんていうの、辛い目あってるじゃない、体痛い、言っとるやん、寒い、体痛い、その他もろもろ、あれ感じててさ、ようなんていうの、まだ心霊スポット行く気になるなって毎回思ってたんだけど、体感してわかるわ、これ毎回味わって、なんていうの、また次の心霊スポット行こうって思うの。え、別に、だってこれがいつかってもらった時からの当たり前の感触じゃん。何十年と一緒に付き合ってんだから別に気にしたことないや。もうこのなんか温度違う何かに手突っ込んだ感触、これだからそれが幽霊の中の体の中を突っ込んだ手の冷たさや。いい体験できた、じゃーん。わかる、このなんか手のなんか不快感、なんかモニョモニョ。お前もそうだから、いつも言っとるやん俺背中痛いとかなんか気持ち悪いとかっていつも言っとるやん。どう、要は今俺は幽霊さんを触ったわけですよね、お腹っていうかその部位をを突き抜けた状況だから、肘まで入れなさいって言ったん。手だけは感じたやろ、うん、だけどこの辺何も感じんやろ、あの、うん、腹腰は何も感じない、うん、一応取っといたで大丈夫だよ、心配せん。ちょっとバッチリ汚れをペッペッと払うようなさ、アクションでいいの。じゃあ今手どう、小指だけ残ってる感じ。本当？まだ若干残っとるけど、だいぶ変わったでしょ、手が。あのね、この辺のラインで、うん、こっちは平気。ほんならもうじきだんだん広がってくる、失敗しんでいい。なんで視聴者参加型をためらうわこれ、うん、だから言っとるに、だから考えた方がいいよって。分かった、あれのいつも強烈は俺いつも食らってんだからね。要は俺が今冷蔵庫って言ったじゃないですか、うん、例えとしては合ってる、例えとして冷蔵庫っていうのは例えとしてはうまいなと思った、あの霊感のない言い方だなっていう霊感のあるやつと霊感のないやつの言い方が高級なんだなと思って、俺は勉強になった今。ああ。うん。なんていうか。俺は冷蔵庫とは言わんやん。まあそれはそう。うん。俺はあくまで自分が体験したことあるその近い感覚。そうそう。にあの、うん。ああ、俺勉強になったな。あ、こういう説明が必要なんだなと思って。うん。で、あの能力持っとるとあんな冷蔵庫とかと思わんやん。常に冷たいと思っとるよね。あれをその手だけじゃなく全身で感じるっていう話でしょ、うん、辛いことやってんな。だから関ヶ原なんてあれ歩いてるけど俺すっげえ寒気ないんだあれあの、あ、寒くなってきたっていうのはこれね。そう、あのね、寒いわだから言っとるやん俺真冬にああいうとこ行って寒い、すげえ寒い寒い、服いっぱい着るっていうのはそこなんやて。それは寒いわ、あの0度とかさ、そういう1度2度の世界行ってるのにさ、うんうん、さらにワンランク下がる、その冷凍庫に行くわけでしょ、そうでそうペースで言うとマイナス18度ぐらいのところに俺は行くんやね0度のところから、うんうん、あのがっつりなんかつらら立ってるような冷凍庫に足踏み入れるわけだ。 そう、それはきついわでしょ。え、それが上位バージョン、それ中級、もう何が今のやつ、要は全身にその冷たいのを感じるぐらいで中級、中級。上級は何になる？上級になるともう捕まれる？もうなんちゅうの、もう 痛くなるん、体がもう筋肉痛みたいな。そうそう。でそれ以上動くとあのパンツ一丁になるんやて。だから自分も足掴まれたような気分さ味わってくれたでしょ？うん、あのお前あれが痛いバージョンなんで今度は。ああ。カリ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 上がってくる感じが来るっていうやつ。それを俺は体感して一生懸命やってる、あなたは笑うあなたは俺がパンツ一丁になった時にケラケラ笑って動画を見とる、うん、でもちゃんとカメラは俺がこっちにやったんだからね。それでもすっげえ笑ってたからなあの苦しみをお前はすっげえ笑っとったでろあれがあれのあれが本当にもっと痛みが俺の味わったもんや。だから手、うん、足突っ込んでみって言ったんや。これがいつも俺が味わっとる感覚。今日のやつはあのまだこっちでさ、はい、能力を向こうに抑え込んどるでさあんまりない、うん、はい
さあ、締めどころが分からなくなった。パワースポットっていう紹介のせいだったんだけど。タイトル心霊スポットに変えていい、これ。パワースポットを見つけろよ、はよ。パワーありますか、ここ。あるよ。ほっと。こういうところにあったりするのか。で、分からんわ。はい、答え合わせどうぞ。答え合わせ、下降りや。下か、それは見つからんわな。だから上に登った時点でもう終わったと思った。楽しそうな。はい、下降りで。よし、答え合わせしようか。はい、答え合わせしようぜ。なんで？あれだな、もう一個行かなくなるな、もう一個行こうと思ったのに。面白いなぁ。ね、わからんか、やっぱ。はい、皆さんね、パワースポット。これはね、ここの真ん中に来てください。ここです。ここが一番パワースポットです。この真ん中と、ここにいれば、ここで、ここは多分、勉強とかスポーツをの運気を上げてくれる場所かな。ここも写真撮ったらいい感じですよ。そうだね、写真撮るっていうよりも直で来て感じて行った方がいいと思う。これ行くよ。入ってみ、はい、真ん中に来て立てば分かるって。うん。これなんかさ、言われたからそう思うの範囲じゃないのって思っちゃう、自分で。なんかそう、それがそんなもんやんて。だけど耳が遠く感じん、遠、なんかキンってなる一歩手前みたいな、これ。うん、山登った後とかの。うん。うん。これがパワースポット、ここの。で、なんだ？勉強と。外に出てみ？勉強と？そうそう、耳鳴りみたいな変な感覚なくなる。なんていうかね、犬とか猫だったらね、あのブルブルやってるぐらいにはなんかね、うん、変な感じ。中入ってみ？だって勉強と、まあスポーツ運、スポーツで自分が困った時にここで自分の悩みを心の中で叫べばいいと思うけどな。例えば、まあ国語が苦手ですって言って、うん、いい点取れますよ。違うな、国語で、はい、要は勉強して頭に入っていけますようにとか。努力を願う感じか。そう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 、努力を報わせさせてくださいってやつかな。うん、要は 50m 走あと何秒タイムを短くしたいですみたいな、うん、そういう努力目標を言えばいい感じ。そう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 、 50m 走、100m 走か、陸上なら。そう、残念だったね。パワースポットで遊ぶな。でもね、こういうパワースポット来てて思うのが、うん、叶えたい願いがないね。あ、そう、うん、俺は常にパワースポット来た時には絶対頼んでるよ、何か願い事。うん、だから俺今仕事運のやつ、仕事運をのパワースポット探そうかなと思って今頑張っとるんやね。